どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日また台湾の台北に2泊3日の旅行をしてきました。相変わらずのグルメ旅になったんですが、今回が8回目の台湾旅行ということもあり、今まで行ったことのないお店を中心に巡ってみましたので、食レポをお届けします。せっかく現地に行くので台湾でしか味わえないローカルグルメを楽しもうと思いまして、事前にねリサーチをいろいろしていったので美味しいお店をたくさん開拓できました。ローカルグルメ中心なので林台本もシーリン夜市もね出てきませんが、きっとね新しい発見があると思います。この動画では今回巡った十数店舗の中からまずは6店舗を紹介します。まずでは最初のお店からどうぞ。いや今まで店がここだったんでここだと思ったら、今あっちらしいですね。イートインできるのはあそこらしいです。結構並んでて7組待ちでしたね。ここが8組目になります。こちらのお店はガチョウ肉がいただけるお店なんですけども、結構人気店でめちゃめちゃ並んでるんですが、このね部位を選択することができるんですけど、この胸肉とかもも肉とか、ね、選択できるんだけど、これ選ぼうとすると最近でもね2から4人前選ばなきゃいけないんで、結構量が多いんですよ。なのでこのちょっと部位を選ぶことはできないんだけど、1人から2人分のねこの220円のこちらをね注文しようかなと思います。あと美味しいのはこのガチョウ油をかけたご飯、これがね美味しいんでこちらもいただきます。5年前ぐらいにここ来たことあるんだけど、めちゃめちゃ美味しかったんですよね。あとはねちょっと量多くなっちゃうんだけど、ガチョウの頭もね選べるんですよ。これねこれも一ついただいてみようかなと思います。食べきれるかちょっと不安だけど、このチェックボックスに欲しいものをチェックして店員さんに渡せば持ってきていただけるという感じですね。じゃあ注文してきます。来宾601、4号60。ドリンクはここからテーブルに持ってって後で会計します。いやこれ食べたかったんですよ。来ました、ガチョウ肉ですね。これが胸肉の燻製、燻製胸肉と、これがガチョウの頭ですね。これも頭ですね。あとはこれガチョウ油をかけたご飯ですね。ごまもかかってます。あとねお店の端っこに自由にトッピングを取れるところがあるので、そこでこの醤油とニンニクのかけらと、あとこれなんだっけ、味噌みたいなやつかな、この3つ取ってきました。でガチョウ肉これ1人前だからこの量きます。めちゃめちゃボリューミーだな。こんな感じでね一皿が結構量多いんで、あんまりいろんなの食べられないんですけど、今日はねこちらいただきたいと思います。美味しそう。いただきます。じゃあまず鴨の燻製から。胸肉ですね。胸肉ともも肉も選べるんだけど、1人前だと選べないんですけど、いただいたのは胸肉ですね。これねでも僕は胸肉の方が美味しいと思います。いただきます。うまっ、うまっ。これ特に複雑な味付けしてなくて、本当にね塩だけぐらいな感じの燻製ガチョウ肉なんだけど、このねシンプルな味付けがねもうめちゃめちゃ美味しいんですよ。でこの針生姜、これね一緒に食べると美味しいんで、これもね合わせていただきます。うわめちゃめちゃ美味しい。頭の方もねいってみます。なかなかグロいっちゃグロいですけどね、首に当たるとこなのかな、こういうね輪切りになってるのもあるんですけど、こういうね多分頭そのままガチョウの頭、こういうのもねいただけます。これ中にね味噌みたいなのが入っていて、この味噌がねうまいんですよ。ガチョウの脳味噌、うん、クリーミー、美味しい。ちょっとねグロいんで苦手な方は苦手かもしれないですけど、僕はね結構これ好きですね。ちょっと食べにくいっちゃ食べにくいですよね、うん、うまー。首肉、うん、こっちも美味しい。首肉ね結構ゼラチン質なんですよね。骨もあるんでちょっとねこっちも食べにくいっちゃ食べにくいんですけど、でもこの胸肉にはねない旨味がめちゃめちゃあるんで、余裕がある方はねこちらもぜひ試してみていただきたいです。他にもね鶏のいろんな部位選べるんだけど、個人的におすすめなのはこの胸肉の燻製とガチョウの頭、
これがおすすめです。あとこのガチョウの油をかけたご飯、これもね、いただいてみたいと思います。うん、ガチョウの油とちょっとニンニクも感じますね。うまい。油をかけてるんで、割とね、底の方とかは少し油ギトッとした感じになったりするんですけど、でもね、そんなにめちゃめちゃ胃にくるような油じゃないんで、食べやすいと思います。うん、おいしい。トッピングのニンニクをくるんで食べてみよう。ニンニク結構辛いですね。生ニンニクだからちょっと辛い。このタレつけて食べます。このタレ何のタレなんだろうな、ちゃんと読まずに持ってきちゃった。一応書いてあったんだけどね。うん、甘味噌です。甘味噌、これもね、合いますね。うん、美味しい。いや、これ揚げ底してもバチ当たらないだろうね。この下も全部お肉たっぷり、すごい量だな。半分近く食べたけどまだまだあるよ。すごいな。いや、めちゃめちゃ美味しいです。辛味噌だねみたいなのつけて食べてみます。どんな感じなんだろう。これでも思ったより辛いけど、めちゃめちゃ辛いって感じでもないの。結構味変したいときはいいですね。まあ、僕でもこの最初につけたこの味噌だれ、これが美味しいかな、好きかな。胸肉だから結構あっさりしていて、お肉自体はね、食べやすいというか、あまり脂っぽくなくていい感じにスモークされてるんで、すごいね、深い味わいがします。さっきこのガチョウの頭部分言ったんですけど、これはガチョウの顎部分ですね。これで頭。いや、美味しい。気づいたらもうほとんど食べ尽くしそうです。美味しいから食べられちゃうもんですね。完食、ごちそうさまでした。これはめちゃめちゃ美味しそうだな。ルーロー飯の上に半熟卵、そしてこちらが豚の角煮かな、コンロースね、角煮。あとこれが油豆腐で、これも煮込まれた、よく煮込まれた豆腐。これ頼んでみました。いただきます。台湾といえばやっぱルーローハンは食べたことかなというところで、このね、ルーローハンは結構人気なお店らしいので入ってみました。ルーローハンに半熟卵トッピングしたので、こちらからね、いただいてみます。いただきます。うまっ。味しっかりついてるけど甘ちょっぱすぎない、ちょうどいい。うん、うん、結構油っぽいかも。油身は結構比較的強いですね。見た感じこんなテリテリなんでね、油はなかなかありますね。ガツンとくるね、油身はありますけども、ご飯にね、それが絡んでめちゃめちゃ美味しいです。うん、八角そんな強くないかな、入ってんのかな。やっぱり卵と一緒にいただくとより一層調和されて美味しいですね。うまっ。あとこの角煮、これが乗った角煮丼みたいなのも有名なんだけど、迷ったんですよ、どっち食べるか。で、迷ったんでルーローハンと角煮単品で頼みました。ちょっといただきました。こんな感じで1センチぐらいあるかな、厚みが。結構しっかりした厚みでネギが通ってますね。いただきます。もう箸で簡単に切れる柔らかさ、美味しそう。いただきます。うん、あ、これもいいけど、これぐらいしっかり角煮ガツンと、ね、大きい角煮の方がね、この味はね、楽しめるかも。美味しい。
こっちの方が好きだな。すごくないですかこれ。角煮をおかずにルードーハンを食べるっていうね。うん、うまっ。ルーローハンってお店によって全然味が違うから、こってりめのルーローハンいただきたいときはね、こちらいいと思いますね。そうだ、このお豆腐、お豆腐のね煮込み、こちらもね、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、こっちはこのルーローハンとかと違って、ちょっとねお醤油味が強いかもしれない。甘じょっぱいお醤油、これも美味しいですね。すごい染みてる。揚げてあるから表面にしっかり味が染み込んでるんだと思う。でもこれもそんなに味濃すぎないですね。うん、とても食べやすい。お肉とお豆腐いい組み合わせだと思う。ここにツボがあって、あ、辛そう、酸っぱい香りがするな。ちょっと味変してみます。なんだろう、唐辛子っぽいけどちょっとザーサイみたいな、ちょっと酸味のある香りがします。これもちょっとつけていただきます。結構辛そう。辛っ、めっちゃ辛い。ちょっとしかつけてないのにめちゃめちゃ辛いな。これ、あー辛っ。これ注意、美味しいけどめちゃめちゃ辛い。一気に汗出てきた。あえてこの夏とかに食べたい辛さ、滝のように汗を出しながら食べたい。うん、喉がカラッカラになってきた。飲み物一緒にちゃんと頼むべきですね。お茶とか。ごちそうさまでした。今9時前の店結構並んでますね。两碗不算不辣，片糖小辣。后面不好意思，另一位带。嗨，辣的全尝。每一个蒜、猪、香菜都可以加吗？要不要加辣？辣椒呢？辣椒不用。今日の朝食は麺線を頼んでみました。総合麺線というので牡蠣とモツの煮込んだものが入っています。麺線はね、台湾でも結構有名な料理なんですけど、こういうそうめんみたいな乳の細いね麺がトロトロに煮込まれていて、でそこにねこうとろみスープがかかっているんですね。いただきます。おいしい。かつおだしがめちゃめちゃ効いてる。結構ね和風日本の味に近いですね。多分かつおだしだから。牡蠣いただきます。牡蠣もね結構大きめな牡蠣がたくさん入ってるんですよ。いただきます。うん、大きめだけどちゃんとミルキー、すごいプリプリ。あとはもつ、もつもいただきます。もつうまっ。すごいシャキシャキしてる。歯触りがすごいですね。シャキシャキ。でも結構新鮮なモツ使ってる感じしますね。台湾のモツってめちゃめちゃね鮮度がいいのかね、シャキシャキなんですよね。すごい美味しい。でパクチーもね入れてもらいました。パクチーいるかって聞かれるのがね、僕もちゃんと入れていただきました。パクチー苦手な方はフーヤオシャンサイって言わないとパクチー入ってきちゃうんで気をつけてください。いやこれ美味しいな。台湾のいろんなお店で食べてるんですけど、ここは結構味優しめだけどしっかりカツオだしが効いてるから朝とかちょうどいいと思います。朝から今日めちゃめちゃ皆さん並んでたからね、十数人は並んでたし、朝食としても人気のお店みたいです。食べても食べてもモツとカキが出てくる。めちゃめちゃたくさん入ってる。贅沢。麺は結構短く切ってあるのでもうスプーンでいただけちゃいます。お箸使わなくても大丈夫。お箸よりスプーンの方が食べやすい。ほぼだからとろみスープですね。味変できるのがいろいろ置いてあるんで、多分これちょっと辛いやつかな。入れてみます。
入れすぎ注意なんで、ちょっとだけ。辛っ。毎回これやっちゃう。毎回想像以上に辛いっていう。うん、でも美味しい。あとそうだ、これを入れた方がいいですね。ニンニク、メンションは絶対ニンニク入れた方が美味しい。入れすぎ注意、入れすぎ注意だけど、正直人に合わないとかだったらもうたっぷり入れた方が美味しい。うわぁ、美味しい。この麺しか美味しいな。あと何度も言うけど具がすごい多いから満足度が高い。うまいなこれ。もうちょっと入れちゃおうかな。なんかオレンジの液体、これも気になるんですけど、あ、これも辛みかな。唐辛子に匂いがする。入れてみます。これはこれでも液体だから、これこそ入れすぎ注意だな。こんな感じかな。ちょっとだけ入れました。こっちはそんなに辛くない。あんま辛くない。あ、上辺だけすくったからか。下の方に唐辛子沈んでるから、これかけたらいいのかもしれない。さあ、どうだ。いただきます。あ、辛い。やっぱり辛い。辛いやつが全部のテーブルにないから欲しそうなお客さんがいらっしゃったんで渡しに行ったんですけど、みんなあんな辛いのって分かってて使うのかな。めちゃめちゃ辛いから。ユーチューバー日本の方です。台湾人しか食べられたね。Yeah. You're a vendor. I know. カメラ置いて撮ってるから台湾の方が声かけてきました。テイクアウトもできるんですけど、席が一応店内にそんな広がないけど15、6席ぐらいはあるので店内でいただくこともできます。ただ僕みたいに一人で来ると相席になる可能性は高いですね。僕も最初相席だったんですけど、ちょっと空いたんで移動させていただいて今端っこの方でいただいてますけど、まあ相席でもね、みんな黙々と食べてるんで、まあ気にならない方は気にならないと思います。いや美味しいなこれ。あっという間に食べ終わっちゃう。完食です。ごちそうさまでした。そうだ、お酢入れるの忘れた。お酢入れても美味しいんですよ。僕は普段そんな入れないんで、今回も入れなかったけど、お酢入れても美味しいです。何種類か頼んでみました。チーシン、鶏の心臓とフォアカン、花を干すって書いてあるやつで、これはよく混ぜて食べてくださいということなんで混ぜます。下に結構ね、たっぷりタレが入ってるんでしっかりね混ぜます。わ、美味しそう。ラーメンともちょっと違う、なんだろう、見た目ちょっとうどんっぽい感じがするけど、わ、結構しっかり濃いめなジャンが出てきましたね。美味しそう。いただきます。
重っ、麺が重い。いただきます。うん、おいしい。めちゃめちゃこのペーストが濃いな。練りごまの風味がすごい。結構しっかりめだなこれ。うん、麺もこれちょっと独特だな。ラーメンとも違うし、そうめんっぽいけど、小麦粉っぽさは結構強いかもしれないな。ルーエもいただきます。こちらシーシンって言ったけど、なんかレバーっぽいな。いただきます。うん、レバーですね。おいしい。味ついてないぐらいな感じの見た目なんだけど、結構しっかりしょっぱい味がついてますね。ハリ生姜と一緒に。うん、生姜一緒に食べるとさっぱりして美味しい。フォアカン、あ、油揚げですね。結構味しみてる。味濃い。うん、美味しい。なかなかなボリュームだな。程よく入ったもやしがまたシャキシャキで、歯ごたえ、歯触りもね、いいですね。軽くいただけると思ったんだけど、思ったよりこのルーウェイがボリュームあったんで、お腹いっぱいになってきた。路地裏にテントを建てたお店みたいな感じで、地元の人しか来ないんじゃないかみたいなところにここ紛れてて、めちゃめちゃ浮いてるんだけど、観光客は多分僕一人。これ場所は割と中山駅からほど近くて、日本で言ったら銀座の裏側にあるお店みたいな、そんな感じになると思うんだけど、こういうお店がね、ひっそりと店を構えてて、しかも大人気店というね、ちょっと台湾らしい面白い穴場ですね。まあね、正直お店の雰囲気からしても初めての台湾旅行で来るようなお店ではないと思います。結構ね、マニアックなお店だけど、2回3回と台湾に訪れて、ちょっとローカル飯食べたいなと思ったらめちゃめちゃおすすめ。この動画ね、見ている台湾の方でもあんまりこのお店来たことない方多いんじゃないかなって、そんな感じで台湾に来るのも4年目とかなんで、穴場も開拓していきたいなと思っていろいろ調べている中で見つけたんですけど、個人的には好みですね。これがとにかく美味しい。ルーウェイも本当お店によって全然味とか作り方違っていて、ここはちょっとシャビシャビというかタレもね少し残ってる感じなんですけど、僕がよく食べてるジンジャンジーエスのジャンジルーエとかだと、もう汁が一切なくて本当に照り焼きみたいな感じだったりするけど、また全然雰囲気違いますね。これはこれで美味しいですね。完食です。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。僕の大好きなルーウェイ、ここもね結構有名なルーウェイらしいので、いくつかね買ってみました。こんな感じで指差しで食べたいものを選ぶと、ここで包丁で切ってくれて、味付けをして袋に入れていただきます。今日のホテルのおつまみはこれにします。ンパウリ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 ンパ再来是，哇，那个衣那个安全帽那个先。
つものフルーツジューススタンドでスイカミルクを買ったんですけど、これはねホテルでいただきたいと思います。楽しみ。さて、あー疲れた。先ほど買ってきたあのルーエーと、あと今ねニンシャイエスで買ってきたスイカミルクシーグア乳奶かな、こちらをねいただきます。キミマロの台湾動画恒例のホテルでルーエーのコーナーです。こちらのルーエーをねつまみながらレビューしていきたいと思います。スイカジュースもいただきます。うまー、やばい、スイカミルクめちゃめちゃ美味しいです。これなんこれ、すごい美味しい。やっぱあそこのジューススタンド美味しいな。おー、うま、スイカそのものでミルクでまろやかになってる、めちゃうまい。これはいつもねジューススタンドで買ってきたこういうねフルーツミルクとかフルーツジュースとこのねルーエーを一緒に食べるっていうのがね、まあ、恒例なんですよ。このねルーエーがもうこんな感じでねおつまみ見えるかな、おつまみなんでホテルのね夜食とかにぴったりなんですよね。まあ、散々食べて帰ってきて夜食も食べるのかいって感じなんですけど、これなんかねホテルでつまみたくなるんですよね。ルーエーはまあ台湾の煮込みですね。いくつか具材がこの中に入ってまして、まずはお肉系から紹介したいんで、お肉がちょうど下の方に入っちゃったかな。はい、これ鶏の心臓ですね。醤油ベースのタレで煮込んだものですね。台湾名物のルーエーいただきます。うん、やっぱりルーエーはお店によって全然味が違うな。結構和風というか日本の煮込み、醤油ベースの煮込みに近い味かもしれない。これも美味しいな。ルーエーはでもお店によって味は違うとはいえどれも自分の口には合いますね。うわでかっ。はい、これはねぼんじりですね。鶏のお尻ぼんじり、でかくないですかこれ。こんなサイズ唐揚げぐらいある。いただきます。うん、やっぱぼんじり美味しいな。適度な脂身が乗っててプリプリですね。もうコラーゲンとかすごいたっぷりって感じで、ぼんじりもっとたくさん買えばよかったな。あとは豆干ですね。お豆腐を干したもの、表面見て分かる通り煮込まれてます。いただきます。うん、あこの豆干は結構柔らかい。あ味染めてますね。中までひたひたに染みてるって感じではないけど、ちゃんとしっかり表面からじわっとね味が染み込んでますね。しょっぱすぎないから食べやすい。こういうね鶏の煮込みとあとこのお豆腐とか一緒に入れておくと間に一緒に食べるみたいな感じでバランスいいですね。あとはこちら天ぷらと言います。これは日本の天ぷらとは違くてさつま揚げみたいな感じですね。で多分ねちょっともちもちしてると思います。いただきます。うん、もちもちさつま揚げ、ちょっとなんかかまぼこっぽさもあるんだよね。魚のすり身だと思うんですけど甘くて美味しいですね。うん、やっぱ天ぷらも入れるといいな、アクセントになるな。あとこれはねお店の方がこれ美味しいよとおすすめしてくださったやつで、なんかちょっと湯葉みたいな感じなんですけど、これがね台湾でなんていう食材かちょっと後で調べときますが、こちらもどんな味なんだろう。いやこれはうまい。こっちの方が見た目分かりやすいかな。こんな感じですね。もう湯葉をぐるぐるに巻いたみたいな感じになってます。だし巻き卵みたいに何層にも湯葉が巻かれてるみたいな。舌触り、歯触りもいいし、噛むたびにこのね、タレが口の中に広がるんでね、めちゃめちゃ美味しいですね、これ。これ、やっぱ入れてもらってよかった。お店の人、おすすめしてくれたのを素直に入れてくださいって言ったけども、これほんと大正解ですね。うまっ。もう至福の時だな。具材は以上ですかね。こんな感じでまだまだたっぷり入ってるんで、ちょっと全部いっぺんには食べきれないんで、ちょっとずつつまんでお休みしたいと思います。いやー美味しい、これも美味しい、最高ですね。
はい、今回紹介するお店は以上です。近々別の動画で夜市グルメであったり、あとはサンドイッチとかカフェ、かき氷、ドリンクバーも紹介しますので、これから台湾旅行を予定されている皆様、よろしければね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。この動画が良かった、参考になったと思ったら、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、さいちゃん。